全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュはベストスターライト、スカーレットキング。まずは先行争い、10番ミレニアムバシリカ、すっと前につけました。外から上がるのはレッフーザ、3番スノーボールドラゴン、好位をキープ。11番スカーレットキング、各馬1コーナーを目指します。内押さえて6番アウロフラメア、8馬身相手9番カドマリリン、そのうち2番オータムウインド、外から13番伊豆の黒イルカ、15番野見山エイジー、真ん中あたりにつけています。内から1番アマゴワクチン、これを見るように外側7番クソマオスパロー、2コーナーを抜けて向こう正面、外から14番リミットストーム、続きまして16番ミルキーメリー、続きまして18番エレブーさん。 1000m の通過タイムは1分0秒0。内から12番フリーデザート、4番アルテマウエコ、1馬身相手8番スーパーストンパー、最後方は5番ベストスターライト。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、主導権は10番ミレニアムマシリカ、続いて17番レッグーザ、3番スノーボールドラン、好位をキープ。18頭大欅の向こうを駆け抜けます。1馬身相手6番アウロフラメア、外から11番スカーレットキング、1番人気ミレニアムマシリカ、現在先頭。長い府中の直線 500m に入ります。歓声が大きくなって直線の攻防、3頭が固まり直線勝負。残り400を切ってミレニアムバシリカ、その後からレッフーザ、先頭はミレニアムバシリカ、レッフーザ差を詰める。ここで先頭が変わった。残り200を切ったスカーレットキング、かわして先頭に立った。スカーレットキング足色は衰えない。スカーレットキング堂々と合輪、勝ったのはスカーレットキング。鞍上は横山武史騎手、スカーレットキングブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。